気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。赤花の館、前回の続きからプレイしていきましょう。ということで、行きましょうか、次のゲーム。はい、待たせたわね、みんな。それじゃ、2回目のゲームのタイトルを発表するわね。タイトルは、こちらよ。キングスゲーム。キングスゲーム？なんだそりゃ、聞いたこともねえぞ。もう慌てない慌てない、ルールは今から説明するから。ここがゲームの会場よ。対戦相手として選ばれた子には、ここで私とお互いに1000万円をかけた勝負をしてもらうわ。またか、それはさっきと同じような感じか、感じにか。いいえ、ルールはだいぶ違うわね。まず本物の現金をかけて勝負ではないわ。ここに宝石、指輪、絵画、書籍、石と5つのコレクションがあります。これら5つの価値が合計して1000万円となります。この5つの品物を互いのプレイヤーは持ちます。これでお互いに1000万円を持っているという計算ね。そしてゲームではこのうちの1つずつをかけて勝負してもらいます。なお値段の価値はその品物によって大きく変わります。100万円のものもあれば、300万円の代物もあります。つまりどれをかけるかによって手持ちのお金が大きく変動するってわけね。その通り。しかもどれがどのくらいの値段かわからないまま賭けを行います。とはいえ、それだとお互いに不自由だから、ゲーム開始前に3つまでこの中の値段を公開したいと思います。まず1つ目は石。これの値段はなんと0円です。なので残りの4つの合計で実質1000万円ということになります。残り2つの品物の値段の展示開示は、それはゲームを開始する前にそっちの対戦相手が1つを選んでそれを答えるという形式になります。なお残る1つも私が選択して開示という流れです。あと一応言っておくけれど、私もどの品物がどれくらいの値段かは知らないから安心していいわよ。はい、そこはあくまである僕が証言しますのでご安心ください。なるほどな、かけるものについては大体理解した。それで実際はどんな勝負をするんだ。それはこちらの駒を使って勝負してもらいます。駒？そうです。この駒はそれぞれ王様、騎士、兵士、平民、ジョーカーの5つの駒になって、これら5個それぞれのプレイヤーが持ちます。勝負の方法は簡単。この中から1つを選んで対戦相手と勝負をする。それを5回繰り返してもらうの。ただしそれぞれの駒には強さがあります。一番強い順から王様、騎士、兵士、平民、ジョーカーです。ジョーカーが一番弱いって珍しいね。つまり王様の駒が一番強く何にでも勝てると。で逆にジョーカーが一番弱く何と戦っても負けるってことか。そういうことです。ただしジョーカーについては一つだけあるルールが存在します。それが王様に唯一勝てる駒ということです。つまり王様とジョーカーが対峙した場合はジョーカーを出した側が勝つということね。そういうこと。ちなみに一度使った駒はもう二度と使えないわ。使えないわ。つまり5回の勝負で5つの駒を全て使う必要があるわ。シンプルだけど面白そうでしょ。それで駒を出す前にさっきの5つの品物の中から何をかけるか選んで勝負するんだな。そういうこと。勝った方がその時相手が出していた品物をもらえます。この時石なら0円だから勝利損だけど、300万とかの品物を奪えばかなり有利になるわね。そしてここからが重要。さっきと同様にあなたたちは私に対して一度だけ質問ができます。その時に何の駒を出すかって質問ね。私もそれと同じようにある権限をもらえます。それが次の勝負であなたたちが何の品物をかけるか、それを一度だけ覗けるという権限ですね。これならお互いにいい勝負ができそうでしょ。質問だ。同じ駒を出した場合はどうなる。かけた品物とかの扱いは。その時は単純に引き分けよ。駒はそのまま消費されるわ。ちなみにかけた品物もそのまま自分の手元に戻るわ。ただし品物も同じものを2度かけることはできないの。これを5回繰り返し、最後に自分の手元に残った品物の価値を合計して相手より高ければ勝ちよ。他に質問はあるかしら。いや、ないな。私も特にない。ルールは理解したわ。
俺も特にないかな。それじゃ早速対戦相手の発表に移ろうかしら。それじゃ次なる2回戦の対戦相手の名前は森川しずくちゃん。さっきあなたが私とやりたがっていたようだから特別にその要望に応えてあげたわよ。しずくちゃん大丈夫よ。海、そのゲーム受けて立ちます。勇ましい子ね。そういうの嫌いじゃないわ。あなたみたいなタイプが死ぬ時ってすっごく甘美な声を上げるから楽しみだわ。それじゃゲーム始めましょうか。さてあれだよね、なんか5つの中からこう強い順、なんかゲームで見たことあるんだよ、カードゲームで。なんだっけな、それと品物をかけるっていう2つを組み合わせたゲームって面白い発想だよね。この制作者さんが考えたかどうかわかんないけど、このゲームあと3回分あるんでしょ。他にもゲーム考えてる人すごいよね。ほんとゲームがカードなんかカードゲーム会社とかなんかそういうの作っちゃえば面白いね。カードゲーム会社は作れねえか。あんのか、カードゲーム会社ってあったっけ。ブスロードとかそうなの、わかんない。行こう。さあそれじゃあ始めましょうか。まずそっちから値段を開示してほしいものを宣言していいわよ。なら私は宝石の値段の開示ひどかったよ。宝石の値段の開示を求めます。了解しました。宝石の値段は300万円です。それではお嬢様、次にお嬢様が開示してほしいものを選んでください。そうね。書籍なんだかんだ安そうだもんな。で宝石はそれ相応の値段だったろ。書籍は多分2番石の次に安いと思うんだ。まあ書籍に限ってバカ高いなんてことないだろうから、間取って絵画かな俺は。それじゃあ絵画で。了解しました。絵画の値段は400万円です。それじゃあお互いに値段の開示選択も終えたことだしゲームに入りましょうか。まずは1回目のコマとかけるものを選ぶけれど、質問があるならこのタイミングでしないとダメよ。質問はまだ使わないわ。わかったわ。それじゃ何をかけるか選びましょうか。かけるものを選んで。弱いものは先に消しておきたいタイプなんだよな。でも書籍あたりかな、とりあえず書籍で。書籍の値段不明、 OK、 これでいいよ。こっちのかける品物は決めたわ。こちらも決めたわ。それじゃいよいよ何の駒を出すか決めましょうか。とりあえず先に負けとって後からドーンの方がこういうゲームって多分勝てるんだ。とりあえず平民出しとこう。駒を決めたわよ。こちらも決めたわ。それじゃあオープン。平民、書籍、平民。うわ考えてること同じだ。危ねえ。それじゃあ次のゲーム行きましょうか。それじゃあ2回目、何をかけて何の駒を出すか決めましょうか。その前にここで質問を使わせてもらいます。いいわよ。あなたがこれから出す駒はジョーカー。ジョーカーはまだ出す気はなかった。もちろん嘘で、おそらくその答えがこの子は何の子なんだよ。まだノーだな、ジョーカーは。いえ、次の勝負ではジョーカー出さない。それ以外の駒は出すわ。わかりました。ではこちらをかける品物を決めた。絵画400万で宝石だったろ。待って、1000万でしょ。で絵画が400万、宝石が300万で700万あって、で残り300万残ってる。指輪が200万のかでも書籍が100万だったのかな。つまりはここらで指輪で決めた。でジョーカーは出せない。で平民が出してきたから最低でも向こうに勝つには
騎士か王様を出さないといけない。どうせ兵士出してくるから騎士かな。この後に及んでね、ジョーカー出してくるわけないだろうから、ジョーカーねこっち出せないんだし騎士かな。オッケー。うわー負けましたね。いっちゃったね。3回目何をかけるか。まだ見ない。次見よう。ここらで石を渡しといて、はい、でここで王様も出した。でジョーカーは負けるけど、ここで出しとけば OK。 OK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 。 まだ大丈夫、まだ大丈夫。でここで見よう、かけることを見る。 OK、 絵画をかけるよ。絵画をかける。貝がかけてて、こっちが勝てば400万。あれ、こっちが、あ、向こうが貝がかけてて、こっちは貝がかけてだったら、うん、宝石出した方がいいんだな。 OK。 で騎士と兵士を出してない向こうはね、あれこれ負けたんじゃね俺。兵士ならまだ分かんないと。兵士なら引き分けで、どっちかな。どっちだぞ。兵士と騎士が残ってて、ここで騎士出されたら王様出さないといけないんだけど、兵士出そう。オープンだよな。だよな。負けた、これ負けだ。負け、もうこれ負けだ。絵画で勝てるけど、結局300万返ってくるわけだけど、意味ないから、もう負けだよな。集計も終わったので結果を発表させていただきますね。結果はよって、しずく様の勝利、このゲームにルールに従い、しずく様の死を免れます。残念でしたお嬢様、次のゲームでの勝利、キルを目指しましょう。これ、難しかったな、これは。なかなか、でも楽しいな、これ。やっちゃうな。これ、命かかってなかったら何回もやりたいね、これ。命かかってたらごめんだけど。楽しいな、これ。この私に勝つなんて、あなた思ったよりもやるのね。それはどうも。しずくちゃん、よかった。しずくちゃんが無事で。海？うん、私は大丈夫よ。何よりあなたを守るために負けるわけにいかなかったから。しずくちゃん。さてと、それじゃあ私は次のゲームの用意に移るわね。次こそあんたたちの誰かを殺してあげるから。いや、これ好きだな。でもこのゲーム好きだな。このゲーム好きだわ。はい、ということで、ちょっとね、負けてしまったわけなんですけれども。まあ楽しかったんで、よしとしましょう。ということでね、また次回続きやっていきますので、次回もぜひよろしくお願いいたします。ね、何かコメントがあれば、ぜひコメントをよろしくお願いいたします。あと、僕のチャンネル登録と高評価もね、していただければ嬉しいです。ということで、また次回お会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それでは、バイバイ。